平野紫仕様、未来への一歩とファッションへの情熱。こんにちは、皆さん。今回は、平野紫仕様さんについてお話ししましょう。彼は、女性ファッション誌、エルジャパン、エルジャポン、ハースト夫人が放射11月号特別版の表紙に登場し、その魅力的な未来への一歩を踏み出しています。 ヒラノシさんがルイビトンの最新コレクションを身にまとい独自の視点で今後の活動について語るこの特集について詳しくご紹介します。ヒラノシ未来への眼差し9月28日の発売日ヒラノシさんはエルジャパンの表紙に初登場しまさに未来を見つめるかのような眼差しを見せました。この特別版の表紙に登場することで 彼のファッションセンスと魅力が際立ち、多くのファンが彼の未来への期待を高めています。ルイ・ヴィトンの魅力を体現。特集内では、平野紫耀さんが、ルイ・ヴィトンのアイテムを着用し、その魅力を存分に発揮しています。彼が、憧れのブランド、と語るこのブランドの最新コレクションを身にまとい、端正なジャケットや鮮やかなニットなどを着こなしています。 その姿はファッションの世界での彼の存在感を示しています。未来への情熱を語る。インタビューでは平野志耀さんが現在と今後の活動に対する情熱を熱く語ります。彼は会場で飛ぶようなコンサートはまだ日本でしかやったことがないので海外でトライしてみたい。日本のエンターテインメントの良さをちょっとずつでも広げていきたいです。と語りました。 彼の夢と情熱はファンだけでなくエンターテインメント業界全体に刺激を与えています。デジタルメディアでの魅力。特別版の発売日には平野志耀さんのファッション性を引き出したスペシャル動画や紙面と異なるアナザーインタビュー、撮影の舞台裏写真などがデジタルメディア、L デジタルと公式 SNS で公開される予定です。彼のファンは 彼の魅力をさらに深く知る機会を楽しみにしていることでしょう。通常版との違い。同号の通常版も同日発売されますが、特別版では平野紫耀さんが登場する特集を通常版よりも増ページで掲載するとのこと。ファンにとって特別版は彼により近い視点から彼の魅力と情熱を堪能できる貴重な機会となりそうです。結論。 平野紫耀さんがエルジャパンの特別版に登場し、ファッションと未来への情熱を語るこの特集は、彼のファンにとって待ちに待った瞬間となることでしょう。彼の未来への眼差しや情熱は、多くの人々に希望と勇気を与え、彼の成功が日本のエンターテインメント業界に新たな光をもたらすことでしょう。 ファッション、音楽、エンターテインメント、すべての分野で彼の活躍を楽しみに待ちましょう。